まあでもちょっと静かな曲になりましたね。僕はどっちかというとわわ騒ぐのが好きなんですけど、というのというよりもパッとやった方が間違いが気づきにくいということで、これはあんまり荒探しをしないように、間違ってもあきっと練習不足だなとかね、そういうふうに思ってください。シネマガイド春でございます。副題でこれシネマガイド春にしてたんですけど、いろいろあったんですよ。消えゆく日とかね、この街でとかいろいろあったんですけど、結局このシネマガイド春に決めました。もうストレートでこのままでいきましょうということです。はい、この街でいくつかの春を迎えてきた。でも今年はちょっと違う春だ。時の流れはいつも人に等しく刻み、決してそれは裏切ることはない。街並みは変わり続け、それはとどまることはない。そして当たり前のように街に溶け込んでいく。シネマ街の春は今年も迎えられそうだ。僕はそれを大切に心に留めておこう。そして素敵な人たちがそこにいたことを、優しく迎えたことを伝えて、人と別れるようにまた馴染んだ場所とも離れる時がやってくる。走馬灯のようにあの頃が巡る。優しい人々が歩いたこの通り、自撮り足のお父さん寿司折り揺らしながら、嫌なことや忘れたいことをこの場所に閉じ込めて。シネマ街の春は今年も迎えられそうだ。そんなささやかな幸せをかみしめながら、新しい扉を開いてゆこう。シネマ街の春は今年も迎えられそうだ。僕はそれを大切に心に留めて、そして素敵な人たちがそこにいたことを、優しく迎えたことを伝えてゆこう、伝えてゆこう。ありがとうございます。CD で出しましょうか。僕ね、富山の歌をたくさん作ってまして、富山の歌、
の渡ると言われてますけど、それに地方区の僕なんですよ。全国区っていうのはあの僕あの伊藤敏弘に任せましたんでね全国区伊藤敏弘ね、地方区中村渡るという、それで吉村さん区ありがとうございます。そして、はい、じゃあ全国区の三浦良介君お願いいたします。気抜けました今。